つもご視聴ありがとうございます。今日は青森県弘前市アップル食堂にやってきました。監督がカツカレーを食べたいとネットの口コミでここが一番美味しいと思うと投稿していた人がいてやってきました。店内はほぼ満席状態でした。お座敷が空いていました。メニューです。カツカレー750円。カツ定食850円。いただきます。大きなカツです。ソースをかけます。レモンも絞ります。サックサクのカツでとっても美味しいです。青森県は定食のご飯も美味しいですね。カツ最高。ご飯が進むやつです。他にも山芋のすりおろし、マカロニサラダ、キャベツ千切り、豆腐とわかめの味噌汁、たくあんときゅうりの古漬けがついてきました。マカロニサラダもお店で手作りのものです。隣で監督がカツカレーネットの情報通りめちゃくちゃ美味しいと言っています。カツも美味しいのでカツカレーも美味しいと思います。カレーを少しいただきました。カレーカメラに映したつもりですけど映ってませんでした。でもびっくりするほど美味しいです。とても濃厚でリンゴの味わいがあるような感じがします。そんじょそこらじゃ味わえないようなものすごく美味しいカレーです。メニューにカレーラーメンもあって、このカレールーが中華そばにかけてありました。すごく斬新だなと思ったけど、このルーのうまさなら納得です。山芋のすりおろし、これはご飯にかけて食べます。ちょうどいい量です。まさかカツ定食頼んで山芋ご飯食べれると思わなかった。得した気分です。隣で監督がまた量が足りないからカツをちょうだいと。監督はとっても小さくて妹のディレクターより小さかったのに、最近メキメキ大きくなってきてとうとう追い越されました。私は女性では小さい方ではないのでちょっと安心しています。食も細かったので、もっとちょうだいと言われるとすごく嬉しいです。カレーとチーズ牛丼とマグロとサーモンの寿司ばかり食べています。たくさん食べてもっと大きくなってほしい、そう思います。私は逆に食べる量を減らして痩せなければいけないのでちょうどいいです。キャベツはたくさん食べます。カツのお裾分け、絶対今度カレーを食べようと思いました。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いします。